はい、では続きやっていこうと思います。さて今回は推し二人に会います。まずはチリちゃんで、それから青木さんですね、会いに行こうと思います。じゃあまずはバチミツゲットしたのでチリちゃんに会います。チリちゃん、はい、バチ3個になりました。あー、今日もお美しいですねチリちゃん。こんにちは、どうぞおかけください。あれ、面接担当のチリですって言わなくなってない？あれあれ、自己紹介なくなってない？あれ、これはもしかして顔覚えられたやつか、これ。あー、ここで名乗るのか。はい、なるほど、3個です。はい、成長しましたよ。もう少し折り返しですね。空飛ぶタクシーで来ました。最初のタイプは炎だね。炎タイプはもうこの笑顔でもうご飯3杯食べれる。力を試したい、強くない、力を試したい、人それぞれですよね。今学校で流行っていること、え、全部回答同じだっけね、健全でいいですねってなってるもんね。うん、どれも、あ、これ特にないですにしてるよ。そうですか、あ、にっこりしてる。いやー、もう会えただけで嬉しい。もうそれだけはもう一日もう楽しく過ごせるような気がする。はいはい、うおー、まあ、もうあれだな。次は8個集めた時に来よう。いや、ちーちゃん待っててください。8個集めて必ずやまた強くなって再会しに来るので。よし！ということで、授業を受けに今度はアカデミーに行く。なんか授業の続きが受けれるようになってるっぽいからね。あとね、もうね、図鑑が多分100匹超えたかな、捕まえたポケモン。だからなんか、セイジ先生からなんかありそうな気もするんですけれども。どうだろうね、もうとりあえず受けるか、授業。はい。おはようございます。おー、あ、生物3来てる。お、あ、セイジ先生はジニア先生だ。ジニア先生、お久しぶりですね、授業。はい。担任の先生、2つ受けますか、2コマね。どうもどうも、前回卵を大切だお伝えしたんでした。あ、そういえば皆さんポケモン図鑑使ってくれてます？ポケモン図鑑は卵から生まれるポケモンもちゃんと登録するので安心してくださいね。実はポケモン図鑑アプリは僕が作ったんですよ。この学校で先生するよりずーっと前になりますが、僕は研究員だったんです。え、何それ、なんか身の上話始めた。その時はまだクラベル先生も先生じゃなくて同じ施設で研究してました。あ、へえ、校長も研究者なんだ。もっと、まあでも確かになんか校長室さ、手前側ちょっとなんか研究室っぽい感じだもんね。一緒に毎日ポケモンの研究できて楽しかったな。怒られてばかりでしたけどね。あれ、なんでこんな話に、図鑑の話をしてたはずなのにな。そうだ、今日の授業はポケモンの捕獲を教えなくちゃ。皆さん知ってるようにポケモンを捕まえるにはまず相手の体力を減らしますよね。いや、体力を減らす以外にも戦闘中ポケモンを捕まえやすくするテクニックがあるの知ってますか？状態異常やな。うん、状態異常ですよ。ポケモン捕まえやすいですね。特に眠り状態では捕獲率がググーンとアップ。眠り後の催眠術など相手を眠らせる技があればポケモン図鑑いっぱい登録できます。他に捕獲率を上げるにはポケモンに適したボールを使い分けたり、食事をして捕獲パワーをつけたり、ポケモンの後ろから勝負を仕掛けたり、ポケモン捕まえるのに行き詰まったらジムを巡ってジムバッジをもらって捕まえられるポケモンのレベルを底上げするのも大事ですよ。ポケモン図鑑埋まってきたらぜひジニア先生見せに来てください。
ね、次回はテストってなんだと、なんか最後とんでもないこと言ってたぞ。テストあんのか。ジニア先生もセルは好き。さあもう一つ受けよう。あ、あ、中間テストしっかりあるし、じゃあタイム先生の数学を受けましょう。タイム先生も次回あれかな、中間テストか。はい、皆さん占いってお好きかしら。朝のニュースの占いコーナーで運勢が良かったらなんとなくルンルン気分よね。今日は運にまつわるお題で 数字を勉強していきましょう。ポケモン勝負でたまに起きる急所に当たった、見たことあるんじゃないかしら。急所に当たるとダメージがいつもよりもう半分多い 1.5 倍にもなってしまうの。いつ急所に当たるか当てられるか全くの運、ラッキーなんですけど、それが勝負に波乱を起こすんです。それでは急所に当たる確率を知っている人いますか。え、急所なんだっけ、あれ 4% だっけ。 4%。 おー、覚えてた。急所に当たる確率は正確に1/24、 4.17% と言われています。急所に当たりやすい技もあって、ストーンエッジやシャドウクローだと約 12% の確率で急所に。気合ダメという技はクリティカットという道具を使うと急所率が2段階も上がって 50% 確率で急所を狙います。当たって嬉しい急所、当てられて悔しい急所、ポケモン勝負って思ったより確率の数字が隠れているんです。計算してラッキーを出せたらもっと戦略の幅が広がるかもですよ。なるほどね。ちょっとなんか突っ込んだ内容になってきたね。あー、やばい、中間テストあるんですね。数学も、うー、まあ授業はこれぐらいにしましょう。はい、新密度イベントどなたかあればあるかな。お、あ、ちょっと待って、あれ、エントランスホールもあるけど、まあいいや、とりあえずジニア先生行くか。先生、図鑑見て、図鑑。あ、ムンさんどうもどうも。ポケモン図鑑100種類集めてくださったんですね。わーわー、小さいポケモン、大きいポケモン、あ、こんなサイズのデータまで。すいません、取り乱しちゃいました。おかげさまでポケモンの調査どんどんはかどっちゃいます。お礼にこちら差し上げますね。あ、あ、ありがとうございます。ハイパーボール、まだショップで買えないんだよな。ムンさん、ポケモン捕まえる天才ですね。次は目標200種類。大変になってきました。ボールを構えて、えいやの精神でファイトですよ。はーい、ちょ、先生のためなら頑張るわ。あとは、あとはエントランスホールか、誰だ。さっきなんか顔出てたけど見てなかった。誰誰誰誰。あ、あれ、タイム先生ここにいらっしゃるんですね。あら、ムーンさん、どうされました。もし変なこと言ってたらごめんなさいね。ひょっとしてさっきから私を見てました。いや、今来たところです、ガチで。そうよね、ごめん。もしかしてなんかストーカーとか狙われてます、大丈夫ですか。どうされました。先生ね、最近たまに視線を感じるというか、誰かに見られてるような気がする時があって、これはポケモンじゃなく人に見られてる感じね。一応ゴーストに詳しい妹にも相談したけど、え、多分霊じゃないよって言われたわ。質問のタイミングを伺ってる生徒もこっそり見つめてるのかしら。そうかもしれんですよ。ドキドキね、自然ね。もしそういう人が周りにいたら教えてもらえると嬉しいわ。先生の方が質問聞きに行っちゃう。いい先生やな。よし、じゃあ今回はチャンプルタウンだっけ、あの青木さんのいるところに行きます。ふう、チリちゃんにも会えたし、もう一人の推しにも今回会えるし、戦えるしで楽しみですな。あ、ちょ、え、ねえ、ちょ、雨やめてよマジで。せっかくの青木さんとのバトル、どこだ、青木さんは、あ、ここですね。
はい、今回はこの人です。チャンプルジム青木、別名非凡サラリーマン、ノーマルタイプなどの使い手、ジムリーダーでは平均的な強さ、本職はポケモンリーグ勤務で営業部に所属しているが成績はあまり良くない、食べることが好きらしいです。なんかあのあれですよね、孤独のグルメを彷彿とさせる方ですよね。サラリーマンだし営業だし、いや、あれだよね、五郎ちゃんは、あと、古美術賞だから、なんか、骨董品とか、あの辺なんですよね。やってるのって。年末年始、孤独のグルメやってたの見てたわ、ぼんやり。あ、じゃあ、なんか、雨やだな。ちょっと、天候変えるまで待ってていいですか、これ。すいませんね、ちょっと、雨やだ、雨。あ、まあ、いいか、その間、ちょっと、散策しよう。もしかしたら、雨やむかもしれんしな。チャンプルタウンまだ見てないんだよな。空を飛ぶ解放したぐらいで。この街はパルデアの交通の要になっていてね、よそから訪れる人が多いから自然と飲食店が増えていったんだ。へえ。いや、もうシティぐらいまでね、格上げしてもいいんじゃないのって思うけど。欲張りすちゃん、うちの欲張りすちゃん最近大きくなってきて、大きな部屋に引っ越そうかしら。雨止んでほしいなぁ、ジム戦やるまで。ナッペヤム、ナッペヤムの道のりは険しい。行くなら用意はしっかりに。あ、この先か。で、雪山もマップにありますからね、ナッペヤム。そう、この先だね。ここ全部雪山っぽい。やば。チャンプルジム、ジムリーダー誰だっけ。あ、ここか、ジム。はい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 。この街バトルコートがないよね。ジムリーダーとはどこで戦うんだろう。確かにそんな狭い街でもないけど、バトルコートが確かに見当たらない。あ、ない、ないないない。チュロス。チュロスって初めてじゃない。あ、オーソドックスなチュロス、特別なことはないが普通にうまいね。チュロスめっちゃ好き。ミスドのチュロスとか、チョコチュロス、チョコがかけられたチュロス、特別なことはないが普通にうまい。シナモンチュロス、シナモンが香るチュロス、特別なことはないが普通にうまい。普通っていうのをめっちゃ強調してくるやん。あれかな、青木さんが非凡サラリーマンだからかな。ここはチャンプルタウン、ごちゃごちゃとしてるでしょ。街の名前まんまに。あ、なるほど、チャンプルーから取ってんのか。なるほどね。の楓さんのセルクルタウンはあれだよね、あのお菓子のあの道具、セルクル、あの丸いやつね、丸いなんか型みたいなやつ、あれから取ってるよね、きっとね。当店にお食事したいんじゃありません。え、なになに、鮮度一番。あ、ここはなんかあれだな、テーブルシティにもあったな。ここはパルデア一。ほんとだ、飲食店多いね。あ、麻婆豆腐は、え、これなんかめっちゃ馴染みのある料理ばっかりやん。てか中華だね。ライライライケン。麻婆豆腐、お手頃な価格から、あ、価格ながら味は本物。辛みとしびれは本場さながら。杏仁豆腐、上品かつさっぱりとした甘みが舌に優しい定番のデザート。ののクラゲときゅうりの酢の物。チンジャオロース、チンジャオロースめっちゃ好き。ラーメン、関東で食べた味を再現したと、主が語る醤油ベースのラーメン。へえ。ここも飲食店？入れるわ。あ、お寿司レストラン。お寿司が食べれる。4貫セット、花。なんか、龍が如くみたいだな。龍が如くもね、あの、寿司三昧とかといつもコラボしてるから、お寿司食べれるんですけど、ゲームの中で。花をテーマにした4種おにぎり、なぜかいずれも辛みが強い。4貫セット、鳥、あ、花鳥風月、なるほどね。鳥をテーマにした4種のおにぎり、なぜかいずれも甘みが強い。かわいい、ピカチュウ。4貫セット、風、風。風をテーマにした4種おにぎり、なぜかいずれも酸味が強い。これ苦味か。味噌スープ、味噌汁や。長期熟成された味噌を使用し、だしにもこだわった一杯。へえ、ええー、ね。美味しそう。ここは、技が光らない。これなんだ。あ、ここバルか。はいはい。あ、雨やんだ。ドレスコード。ここちょっと高級な感じなのかな。お食事でございますか。ママンのガレット。
え、フィスのコンポート、パピーのラタトゥイユ、マミーのキッシュ、フィーのポトフ。へえ、へえ、美味しそう。なんかあのあれだね、ハイダイさんのお店よりもちょっとメニューが分かりやすい。ここは、あ、ここもバルか。ほんと飲食店ばっかり。なんか青木さんも食べるの好きって書いてあったもんね。予約なしでも入店いただけますよ。なんだお食事。あ、ここ同じか。ほん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 。ここ缶詰やね。お惣菜。え、パンっていうかサンドイッチか。 LP めっちゃ溜まってきたな。でっかいもんが、でっかいもんが邪魔してて、パルデアの大穴に行けないんだ。門の奥にはゼロゲートっていう立ち入り禁止の施設があるんだって。へえ、でもさ、ここさ、交通の要でさ、人が多いんでしょ。そんな、なんかパルデアの大穴の入り口も置いちゃっていいの。やばくない？え、宝食堂でテラスタイプチェンジできるって聞いたんだけど、シェフに門前払いされちゃった。へえ。そうそう、テラスタイプ私固定なのかなって思ったらさ、なんかさ、あの、専用のアイテム、そう、テラピースノーマーとかさ、このテラピースっていうのに変えることができるみたいですね。名物、宝食堂。事務テスト中なら秘密のメニューも注文できるよ。あ、いいね、こういう定食屋さん。めっちゃええわ、落ち着く。宝食堂にはあっと驚く仕掛けがあるらしいぞい。秘密のメニュー。え、秘密のメニューちょっとわからないわ。なるほど、この人かな、おかみさん。この人に話しかけると変えてくれるのかな、テラスタイプ。こっち行けないのか。食堂の割には結構大きいね。大きい食堂。うめえうめえ。噂ではこの店、え、ポケモンのテラスタイプをチェンジできるらしい。普通に飯もうまい。ほら、こんなうめえ料理食ったの初めてだ。普通に宴会とかできそう。はい、まあ、こんな感じですかね。さて、じゃあジムに行きましょうか。ジムチャレンジを。街の外れに、街の真ん中とかじゃないんだね。外れにあるっていう。頼もう。お、あれ、あ、ちょ待って、モン君じゃありませんか。あ、ちょ待って、前にいるのはもしかして、良き調子でジムを巡っているそうですね。あー、なんや、もしかして噂の。ねえ、ちりちゃん、私もう3回あなたに会ってる。へえ、呪文強さえぐいらしいやん。それほどでも。ちりちゃん、余裕は自分謙虚やな。彼女の名はちり。毎度ちりちゃんやで。ちりちゃん、ちりちゃん。美人さんやけど怖がらんといてな。少しふざけた女性ですが、小生と同じく四天王なのですよ。いや、ふざけてへんけど。それにしても、ふーん。自分パッと見た感じ、なかなかおもろそうやんな。あなたたち、もしかして青木さんに会いに来たんですか、二人で。え、我らがアカデミーの優秀な生徒でありますからね。なあ、そりゃそうや。ジム巡るのは半分超えてからがきっついね。確かに波のトレーナーは大半がこの辺りで脱落します。でも自分は違うやろ。かっこいい！チリちゃん！チャンピオンテストでも当たる境の声のジムはせいぜい決まりや。分を祈っておりますよ。ええー、二人とも青木さん会いに来たのかな。なんかちょっといろいろ考えちゃうね。ちょっと推しが推しに会いに来るっていうシチュエーション。やば。やばやばやば。ということで、じゃあやっていきましょう。あ、こんにちは。挑戦者の名前を登録します。ムーンさんですね。はい。当ジムリーダー青木と勝負するには、ジムテストをクリアする必要があります。チャンプルジムのジムテストは秘密のメニューを注文せよ。
合格条件はチャンプルタウンで大人気のお店宝食堂にて秘密のメニューを注文することです。今この町にあなた以外に3人の事務テスト挑戦者がいます。参加者は秘密のメニューについてそれぞれ違ったヒントを知っています。挑戦者同士でポケモン勝負をして勝った方が負けた方のヒントを教えてもらってください。集めたヒントをもとに宝食堂の店員さんに秘密のメニューを注文してください。注文できた1名のみが事務テストの合格者となります。へえ。ムーンさんのヒントは常連さんの食べ方です。宝食堂の常連さんに話を聞いてみるといいかもですね。はい、メニューのヒントを探そう。これさ、チリちゃんも言ってたけどさ、事務テストの内容ってあの各事務リーダーが考えてるってことでしょ。さすがリーマンやな、なんかロジカルな感じ。よし、じゃあ宝食堂の常連さんどこにいらっしゃるかな。え、こう食堂の中入ればいいのかな。こんにちは。あれ、おるやんおるやん、ちょっと知ってるからさ言っちゃうけど、この人やで、ジムリーダーおるやん美味しいですか、何食べてるんですか、何食べてんだろう。こんにちは。もしゃもしゃ、もぐもぐ。常連さんってあなたですよね。いかにも、自分はこの店によく来ています。ジムテスト挑戦者ですか。レモンを絞るとさっぱりとしてうまいですよ。レモンか。大人にならないとわからんかもしれませんがさあ、私はレモンですね、食べ方。レモン絞るとさっぱりしてうまいと。あ、じゃあ他の挑戦者を探して。これ挑戦者探すの結構大変じゃない。同じ制服着てんのかな、グレープアカデミーの。ん、あ、このやつ違うよね、さすがにねあ、いたいたいた、この人か。ジムテストの挑戦者お願いします。ちなみに今回は推しと推しが出会ったので、ジューダスでいきます。はい、頑張っていきます。え、ジムテストの挑戦者のヒント教えてもらうか。はい、そう、チリちゃんね、どう使うっていうのは私知ってるんで。はい、もうこっち教えてもらおうか。ちょっといやらしい戦いしようかな、青木さんのバトルで。ドクドク覚えてるからさドクドクで、あくびおお、じゃあ星と星を同時に出してくるのはちょっと反則やわ、マジで。もう心臓止まるかと思った、超嬉しい。ほら、いや、まずあれだな、あのちりちゃん、青木さんはポケモン始める前から気になってた登場人物ではあるけど、ゲーム始めてすごいなんかペパーくんが好きになってきてるかも。うん、よし。あ、ジムリーダーとあと楓さんとかも可愛いね。俺が回ったヒントは青い鳥ポケモンの声だよ。謎のワードが気になって勝負に集中できなかったで。青い、え、青い鳥ポケモンの声、青い鳥ポケモンの声、レモンと青い鳥ポケモンの声。あとはどこだ、挑戦者。あ、いたいた、この人か。秘密のメニューを注文しなくちゃ。教えてもらおうかな。あなた秘密のメニューのヒント知ってる？それじゃ任せて聞き出すね。オッケー。こや、あきほちゃん。お、リングマ結構強いポケモン使ってくるじゃないですか。行くぜ、ジューダス。毒好き。ヘドロウェーブね、あの特殊技だったからあの忘れさせました。ジューダスは A の方が高いから。お、A ね。もう一発毒好き。
さあ、教えてもらうか。ヒント奪い合うし、ジムテストいやらしいわって私が教えてもらったヒントは、階段に囲まれた暗闇。階段に囲まれた暗闇、こんな街の中に暗闇なんてあったっけ。階段に囲まれた、ここじゃないの。ここ奥にうっすらと文字が書いてある。大文字、大文字。なるほど。青い鳥の鳴き声ってなんだってことは、これか。イキリンコが喋るよ、喋るよ、喋るよ。これなんか喋るだろう。可愛いだろ。こんなの朝飯前さ、朝飯前、朝飯前。二人前、お、二人前、二人前、二人前来た。大文字、二人前、レモン、あとなんだ。え、あと一人だよね。あ、ここかな。はい、お願いします。ちっちゃい、こんなちっちゃい子も受けるんや。うん、はいはい。かなこちゃん。おぉ、デカグースね。ジムリーダーに合わせて君たちもノーマルタイプ使う必要ないんやで。使えないわ。ジューダスなぁ、素早さがね、めっちゃ低いんですよね。まあ、しょうがないけど。まあ、ズドンってしてるもんな、見た目が。OK! ありがとうございました。ナイス。あ、地震来た。よし、オッケー。お、いいタイミングで地震覚えるね。じゃあマッドショットいらないから忘れさせます。オッケー。欲張りすまだいるのね。もっと地震使うぜ。おお、あ、ちょっと待って、これ死ぬんじゃん。おい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 。いや、ヤガミさん残り削ってくれ、頼む。ヤガミさんね、こう正面から見たらこんな感じになってるんですよ。かわいいよね。元気のかけら使うか。ほら、ほんと攻撃してないからね。ツイミーム、よし、ありがとうございました。え、今度こそ終わりでしょ。よーし、ヒント教えてもらおう。大文字2人前、アイス屋台の仲間外れ。アイス屋台、まず屋台まで行ってみるか。あ、焼きおにぎりだ。いつもさ、焼きおにぎりないもんね、ここにね。串焼きのところに焼きおにぎりありますよね。なるほど、焼きおにぎり、大文字、レモン、2人前かな。じゃ行ってみましょう。ジムテストのお客さんですね。宝食堂秘密のメニュー、ヒント集まりましたか。え、秘密のメニューを注文せよ。はい、それではご注文お願いします。え、焼きおにぎり何人前、2人前、火加減は大文字、付け合わせがレモンかな。焼きおにぎり2人前、強火大文字、レモン添え。あ、いいよ、焼きおにぎり、え、大文、レモン添え。おお、来た。そう、なんとここがバトルコートになってるっていう、ね、面白いですよね。おめでとうございます、ジムテストクリアです。面白いな、割と面白いジムテストだったわ、ここ。
ムーンさんにはジムリーダーと勝負する資格が与えられます。勝負の準備ができましたらもう一度お声掛けください。よーし、やばい、もう30分になってるけど、ジムテスト終わるまでやります。青木さん解きましたよ。あ、ノーコメですか。ノーコメおっさんノーコメントですか。じゃあボコしてやんよ。よし、あ、チリちゃんにもエールもらったしな今回。ヒモンサラリーマンジムリーダー青木に挑みますか。はい、それではバトルコートへお上がりください。青木さん出番だよ。ここはご飯食べてるっていうね、青木さんどうも、自分がチャンプルジム配属ジムリーダー青木です。ジムテストお疲れ様でした。この店は焼きおにぎり以外もうまいです。雑談ばかりしてると上司に怒られますので勝負を始めましょう。そう、営業成績あまり良くないみたいですからね。この人前だよね、ポケモン発売されてから人気になったキャラだよね。ていうか、発表されてなかったから、事前に。あ、お世話になります。青木ですね。どうぞよろしくお願いします。あ、こちらこそお願いします。お願いします、青木さん。猫アラ。猫アラちなみにね、野生でね、もう出てきて捕まえてますね、私は。よし、行くぜ、ジューダス。ずっとご飯食べてたもんね、あなたね。絶対眠り。はい、じゃあ、あ、ちょっと待って、ドクドク、あー、ちょっと待って、やってくるよねあくび、ドクドキ、あ、おい、ええねん。いや、でも眠りが怖いな。叩きつける、あ、ちょっとナメプするかドクドク、そっか、絶対眠いだから、そうだ、毒にならないだ、あはは、すいやー、ちょっと待ってね、寝顔見たい、ジューダスの寝顔が見たいけど、ダメだ、ここは眠気覚まし、起きろ、駆けつける。お、でもなんかレベル差あるけど結構やるじゃん。首積んでくる、積むというか、もう一回やってくるか、まあ、状態異常でどうにかするしかないもんな。あくび怖いから、ちょっとここはチェンジしましょうか。猫あら、のこっち、あ、のこっちの進化系ですね。なんと、パルデアに来てね、のこっち進化したっていう。どうやつか分かんない、ヤガミさんでいいか。ヤガミさんレベル上げたいし、こっちなんかでかくなってるよね、のこ、こっち、水ビーム、おー、あんまり効かない、耐えるね。あ、ちょっと待って、あのさあのさ、あくびといいさ、ヘビにらみといいさ、ちょっとやるね。レベル35か、あんま舐めてかかったらいけなかったな。ハイパードリル、なになに、大丈夫、ビンビン、よし、オッケー、いいね、ラスト、ムクホークか。じゃあジューダス復帰で初手ちょっとドクドク入れましょう。ドクドク、上司に詰められるよりかまだまだ余裕があります営業部の上司とか怖そうだよ、ね、なんかノルマがとかさ、ねえ、じゃテラスタルしますよ、私ドクドク、まあ、テラスタイプ地面だけど、こら青木さん、シャキッとしなさいよ、はらぺこのお客が待ってる、いいとこ見ててちょうだいめっちゃいい笑顔するやん、おばちゃん。
ねえ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 、あ、青木さんのファンボーイか。あ、おっちゃんもいるけど、どっちも頑張れー。あ、なに、あ、なに、気合い入れろ、ゴロちゃん、来いよ、面白いバトルしようぜ。あ、テラスタイプやっぱノーマルで来るよな。飛行だけどムクホーク、ノーマルのテラスタイプって面白いですね。いや、私もお得意の技。何？あ、ええやん、何これ。社会人お得意の技、から元気。なるほどね。いや、シャチクリーマンお疲れ様ですよ、本当に。これは社会経験あるとめっちゃ心に響くな、これは。もうね、から元気出しながら頑張ってるわけですよ、本当に。やっぱいいキャラしとったな、青木さん。ちょっと前もって気になってたキャラではあるんだけど、いいキャラやわ。ちょっと回復しましょう。え、ちょっと待って、これテラスタイプノーマルってことはさ、あ、空元気めっちゃ打ってくるやん。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、あ、そっかそっかそっか、状態異常がダメなんだ。そうだ、空元気ってあれだよね、状態異常してるとき攻撃2倍とかですよね。やば、これちょっとやっちまったな私。え、これ引っ込めた方がいいか。いや、ちょっと待って、今ちょっとめっちゃ無敵になっとるやん。ってことはルーク出した方がいいよね。ムクホークめっちゃ無敵になっとるやん。めっちゃかもられてる、やばい。思いのほか強い、青木さん。よしよし、その時はゴーストよ。さあ、じわじわ苦しむんだな。じゃあ、これね、フレアソング面白いんですよ、これね。自分の特攻を上げてくれるっていう。つばめ返し。お、空元気諦めたか？あ、そりゃそうだよな。フレアソング。お、よし！焼き鳥や、今日は。焼きおにぎりのおかずに。ありがとうございました。わーい。思いのほか強かったですね。なみなみなーの強さですね。思わず無表情になりました。自分の負けなーでバチを渡すのですが。お腹空いてませんか？戦ったら腹減りました。よければ一緒にどうですか？おお、めっちゃ食うね。おにぎり何個？やば。ジムバッジが4つあればレベル40までのポケモンは捕まえやすいということも聞きます。あなたのような元気な子には必要なさそうですが、こちらもどうぞ。あ、から元気ありがとうございます。はい、から元気。自分が毒麻痺やけど状態の時、相手に食い出すと技の威力が2倍になる。ここの料理は味があってうまいんです。食事のお代はいりませんよ。これでも大人ですので。それでは失礼。いいキャラしとったなぁ。いや、面白かった。ということで、じゃあ今回はここまでですかね。ん？あれ？根もたぞ。あ、うん。ちょうど終わったとこ、お疲れ様。すごいもん、バチ4つ目だったんだ。もう半分だ、いいね。すくすくぐんぐん実ってる。さあ、じゃあ今さ、ガタイと勝負しよう。は？と言いたいとこだけど、くぅ、今の私の手持ちジムリーダー用に調整してるんだよね。ムーンとは最高の状態で戦いたいし、だから勝負はお預けだよ。うぅ、なんて間が悪いの、ごめんね、ムーン。あー、本当にごめん。風のような子やな。ということで、お疲れ様でした。いや、最高だったな、今回、チリちゃん、青木さんに、どっちも会えたっていう。最高でした。